皆さんこんにちは。今日は9月30日。9月も最終日ですね。なんかね、台風が近づいてるみたいで、南風、結構風があって、で暑い、暖かい。もう10月なのにね、暖かい感じします。エアコンつけるほどではないけどね。これまた台風が金、土、土曜日も影響するかな、うちの方は。どうだろう。それでまた終わった後、台風一過でちょっと気温上がるんじゃない？また暑くなるんじゃないの、大河くん。ガムね、これ結構長いこと噛んでますけど、もう1ヶ月半ぐらいになるかな。持ってますね。原型をまだとどめてますね。この大きいのは正解だったかもしれない。でもやっぱ若干ね、秋が来てる感じもするね。大河くん、久しぶりに与えるとこうやって噛んでるけど、しばらくちょっと噛み噛みしたらね、飽きてもう放置してる。最初だけだよね。まあでも食べ過ぎ防止にはいいか。ダイエット中だしね。ちょっとダイエットも効いてきたかなっていう感じします。フードの量2段階減らして、今2段階目の結構少ない量なんですけど、だいぶね、ウエストがね、この状態でわからないかな、くびれて見えてきました。やったね、大河くん。このまま頑張ろうね。ほら、ガム、取ろうとすると反応するね。うん、撮影中はガム噛んでて。今日ね、いいお天気なので、ちょっとお布団をこの窓辺に日光に当たるように干してます。外にね、洗濯物干し竿に干すのは少し大変なので、ここに置いとくだけでも、日光に当てるだけでもいいかなと思って干してます。なんか久しぶりな感じがするな。今回のダイエット企画の動画なんですけど、鶴のポーズは中間発表がないので、こういう風にフリートークというか、今のその時時点でのお話をするのは、撮影するのは久しぶりな感じがする。最近結構お出かけ多かったので、ロケばっかりで、お家でこうやってお話ししながら大河くんを撮影するっていうのも久しぶりな感じがしますね。それで遊び始めちゃったか。まあ、ちぎんないでくださいよ。楽しそうに遊んでる猫ちゃんみたいだね、大河くん。9月はね、大きな出来事、ビッグニュースがありました。 SNS やライブではご報告させていただきましたが、とうとうウリ&タイガチャンネル収益化いたしました。7月からライブを始めて、登録人数は割と5月ぐらいで1000人いってたのかな。だけどその1000人いった時点ではまだね、2000時間もいってなかったんだと思う、確か。あと残り2000時間、合計12ヶ月以内の総再生時間が4000時間、登録人数が1000人いかないと収益化申請できないんですよね。それで毎月の毎日動画を投稿してますが、毎月のショート動画を除いた総再生時間計算したら、だいたい300時間から400時間だったんです、私のこの動画の投稿のペースで。400時間だったらね、いずれは行くけど、300時間だったら 300×12 ヶ月間で3600時間しか行かないんですよね。なのでこのままだったらいつまで経っても4000時間に行かないということで、とうとうライブを始めたんですね、7月に。そして週に1回3時間から4時間ぐらいのペースでライブをやっていて、7月と8月と9月2ヶ月半ライブ週に1回やって、なんとか2000時間稼ぎました。やっぱりライブはすごいですね。どん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 時間が上がっていって、見てて楽しかったですね。最後の方はもう毎日朝晩時間チェックしてました。予定としては
10月に入ったら収益化できたらいいなと思ってたんですが、最後に行ったライブがモノマネバトル、皆さんね、お仲間が提案してくれて、こんなイベントやってみないって、すごいたくさん動いてくれた、みんな協力もしてくれて出演もしてくれて、それが好評を博して、その1回で一気に150時間ぐらい行きましたね。それのおかげ、思ったよりも予定よりも早く4000時間クリアできました。あの回はね、本当にすごくて、再生回数も普段のライブよりはいってるんですが、平均視聴維持率、一人の方がどのぐらい長く滞在してくれてるか、そのライブを続けて見てくれているかっていう時間が15分とかでしたね。中には挨拶だけの方もいるので、そういう方とも合わせての平均が15分だったので、すごいなと思いました。みんなずっといてくれたんだと思って嬉しかったですね。本当に収益化できたのは皆様の応援と協力のおかげがあってのものでした。ありがとうございます。この場を借りて改めてお礼を伝えさせていただきます。大学もありがとう、みんなありがとう、嬉しいね。ただこれがゴールではなく、ここからが、はい、頑張ろうか、ここからが第二のスタートだと思って、これからも精進していきます。動画の更新頻度もできれば落とさずに、ライブのペースもできれば落とさずに、無理なく、無理が生じちゃったらね、元も子もないので、無理なく続けていけたらなと思います。幸いにもね、ネタは今のところ尽きない。これから10月になったら緊急事態宣言も解除されるということなので、今までよりもお出かけしやすくなるだろうし、もうね、割と旅行とか行っちゃってましたけどね。というのも、梅雨から夏にかけては雨だったり、あまりの暑さで全然お出かけできなかったんですよ。タイガもね、体調崩しちゃうと困るし。それが8月後半、9月に入って季節が良くなったので、気温が、それでね、月に1回ずつぐらい旅行行ってましたね。また10月は今度は長野行ってきます。長野も毎年行ってるんだよね、大学。去年も1回行きました。戸隠神社と善光寺参拝して、軽井沢に移動して泊まって帰ってきます。だいたいね、我が家の旅行は基本参拝です。毎年ね、お参りしてるんだよね、決まったところね。箱根の九頭龍神社と長野の戸隠神社、あと伊豆の大瀬崎大瀬神社、この3つですね。8月に行った山中湖の和風は、あれは完全に遊びでした、レジャーでした。あれは珍しいぐらい、他はほとんど参拝ね、大学。あとね、香港マカオにも大好きなお寺があって、そこも毎年参拝してたんですが、行けてないね、大学行ったことないね、去年から行けてないです。ちょっと気になってるところではあるんですが、今ね、できることをやっていこうと思って、日本の国内の参拝だけは欠かさずにしております。さて、本来の動画の趣旨に戻ります。今回の動画は鶴のポーズ、横向きの鶴のポーズ、今月9月1日からずっとやってます。横向きで結構ハードなポーズなんです。なので右左交互に10秒ずつやってます。昨日が右側10秒やったら、翌日今日は左側10秒というような感じで交互にやってました。でこれなんですけど、
ちょっとね時期をね、うん、間違えちゃったかなと思いました。というのも普段はいつも撮影中のレギンス履かないでやってるんですが、もちろんね服の上からだと肘当てて肘を膝のところに当ててるんですけど滑っちゃうし、ズボンをめくって短パンにしてやってもサラサラなので、もうこの時期肌が滑っちゃうんですよね。夏もベタベタの時期にやるべきだったのかな。でもあれはあれで通常の前向きの鶴のポーズ、あれももしかしたらサラサラだとダメだったのかもしれないので、あれはあれで良かったのかな。バランスだったり腕の力、肩の力というよりも滑っちゃうことに注意してやってるっていう感じ。毎日やってる練習でもほとんど10秒持たない、5秒ぐらいで滑って着地でまたやって5秒分けてやってる感じですね。なので今回の結果発表が滑りがねちょっとどうかなと思いながらやってみます。一応ね毎日やっていたので体力というか腕力バランスはついてきたかなという実感はあるんですが、問題は滑りですよね。まあでもちょっとやってみますね。大学横向きの鶴のポーズやってみます。セッティングしました。今回ちょっとレギンス変えてみました。前回のやつ滑っちゃったので目がチカチカするかな。眩しいピンクのブチブチ模様。てかこれやめて、ここでやるんだから。うん、うん、じゃないよ。ほらここにあるじゃん、そこに、ここにほら、はい、骨骨骨して待ってて食べて。さっき欲しがってたでしょ骨。今回も前回と一緒で同じ向き、こっち向きのこう腕ついてこっちの膝、右膝に肘を当ててやる横向きの鶴のポーズしてみたいと思います。スタートが約30秒でしたね。スタート時も今 YouTube 見直してみたらやっぱり滑ってました。滑って終了してた。なので今回どうかな、ちょっとレギンス変えてみたけど気持ち変えてみましたがどうかな。まあ、とにかくやってみますね。せっかくね1ヶ月間やってみたので、ただいままた測っていきます。ちょっと邪魔しないで大河くん。うん、じゃあもう気にしないでやるよ。君のことは気にしないで自分のベッドにいてくれると嬉しいんだけど。それではスタート。スタートしてます。こう手をついてここですね。危ないよ、行くよ。このこれが大事。うん、どいて。よいしょちょっとやめて、ちょっとやめて、やめて。あ、これ結構いってるんじゃないですかね。あ、やばい。あ、バランスが。あ、でも結構いきましたね。46秒。結構いきましたね。いったいった。思いのほか。35秒ぐらいはいったんじゃない？もしかして。あれ、大学の邪魔なかったら、もうちょっといけたね。なんであの邪魔したの？ももの顔映しちゃいけないと思って。モザイク代わりに活躍してくれたの？大学。ありがとう、大。もうね、今回、今、左側やったんですけど、右側は前回の反省を生かして、多分疲れちゃうと思うので、やらないでおきます。
右はねやっぱり難しいです。利き側じゃないのかな、こっちの右っていうとあれなんですけど、まあ左か、自分の体側で言うと左、やっぱり利き手利き足じゃないですけどあるみたいで、左側はね難しかったです。すぐ滑っちゃうし、腕の力もすぐ疲れちゃうし、日頃やってみてね、こっちのやっぱり今やった右側の方が得意でした。ということで今回の鶴のポーズの検証結果、1ヶ月やってみて少し伸びましたね、タイムは。まあスタートが滑って終わっちゃったから、今回もバランス崩して終わっちゃったので、でもまあバランスポーズなのでこれはこれで結果なんですよね。もうちょっとうまくできたかなとも思うんですが、一応今回の横向きの鶴のポーズはこれにて終了いたします。来月明日からはまたダイエット企画、飲むだけダイエットやろうと思いますので、またそれを発表しますね。でこの鶴のポーズ、横向きの鶴のポーズをもう1ヶ月続けて日々の筋トレに変更なく取り入れてやっていこうと思います。それでまた11月に今度はちょっと考えないとな、鶴のポーズにするか何か違うものにするか、エクササイズ企画また1ヶ月間考えてみようと思います。やりながら。以上で今回の鶴のポーズ、横向きの鶴のポーズやってみたの結果発表でした。最後までご視聴いただきありがとうございました。どうしたの？どうした？どうした？何言う？嗅いだことない。